最初はあれですよね、神話の本社で孫くんの個展を招待していただいて、初めて孫くんに会ったのがあれ1年ちょっと前かな。僕のね、ちょうど誕生日だったと思うんですよね。8月10日だったと思うんですよね。8月10日でしたっけ。はい、じゃあ1年前です。ちょうど1年前なんかもっと経ってるような気がする、濃すぎて確かにね、3年ぐらい会ってるような気がする。そうですね、2、3年な感じしますね。ね、8月挨拶してもらって、でその後アトリエ一回訪問してくれたんですよね。今あのラシコちゃんっていう名前でバレンスのエントランスにも置いてありますけど、Uウェイストとガラスファイバーで作ったスカルプチャーを見て気になるなみたいな感じはおっしゃってくださってて、まあ後からの話にもつながってくるんだけど、新助さんってこうジャンルの垣根まず基本的にない、でよくなんか僕のことやっぱアーティストは0から1作れるからいいなって言ってくれますけど、まあ新助さんも本当に新しい事業を、だって自分がもともとスパイク履いてたのに、ね、まあ、こういう今のバレンスの事業もそうだけど、全部作り出してるじゃないですか。だから既存の固定概念に縛られず新しい枠組み取り組みをチャレンジして形にできる人なんだなっていうのは常に思ってて、そういう意識はありましたね。すごいなって、ありがとうございます。なんぼやがインドネシアなんとかで、あの店舗運営計画もなんかずらって書いてあって、もうなんか毎月なんか2週間に1回ぐらいオープンしましたみたいな、新助さん投稿してるの見て、バリエンスのマーケットリサーチが、富裕層のエリアでリユースを回収して、ブランド品を集めるっていうのがそのマーケットリサーチの主軸じゃないですか、店店舗を出す時の。でもこれって僕たちもスラムのゴミを富裕層のターゲットに売ることによって利益を最大値化して還元するって仕組みを作ったんで、僕は佐久間さんにすぐ連絡して、僕らは不動産借りる力もないし、リサーチ力もないんで、佐久間さんが借りるテナント1階か2階のフロア貸してくださいみたいな、最初そういうお願いだったんですよ。でやっぱりバレンスの持ってるリユースのネットワークと、そのリユースに興味がある富裕層たち の消費欲って、絶対僕たちの孫ギャラリーの理念に合致すると思って、逆にそこからの佐久間さんのこう展開っていうか、どうだったんですか。そこから、まあ、孫くんとその、取り組むことでどれだけ世の中に対して良い影響力を与えられるかということを自分なりに結構考えて、でやっぱり役員も正直まだその当時は孫くんのこと知らなかったし、こういうアーティストがいるんだっていうところの説明から、その我々と孫くんが一緒にその世界を切り開いていくことによって、なんかどれだけの、インパクト影響力で、孫くんがよく言ってるその問題定義から問題解決までできるのかっていうことを、まあ、きちんと自分なりに資料を作って役員に説明すると、まあ、役員ももうどちらかというと即答で、これは絶対に可能性ありますね、やるべきだっていうふうに、まあ、理解してくれて、でそこからもうトントン拍子で、自分たちとしてもその孫ギャラリーのビジネスモデル自体もその僕たちにとって正直何のリスクもなく、まあ、なぜなら僕たちはもうグローバルにリアル店舗を展開する、そのリアル店舗の展開は設備投資がかかる部分であって、でそこにあの孫ギャラリーを併設する形でいければ、その自分たちのその設備投資額の範囲内でその孫ギャラリー展開していけるよねっていうことを普通にまあ算出することもできましたし、今はあの香港とか
フランスパリとかに関しては実際にリアル店舗というよりかはオフィス内に、まあ、併設する形で今動いてますけど、まあ、それも同様の考え方で進めていて、だから、まあ、今フランスとか、香港に関しても、まあ、リアル店舗とオフィスと孫ギャラリーというのが、まあ、併設しているような形なので、まあ、私たちにとっては何のリスクもなく、その孫君の、まあ、プロジェクトというかを、まあ、一緒になってサポートできるという形になったんで、そこから初めてその孫君のアートというか作品というかっていうのをグローバルで初めて世に知らしめていけるようなことがスタートするわけなんですけど、まあ、正直私としてはもうとんでもない可能性があるなと思っていて、まあ、1億2000万のその日本国内のマーケットだけで戦うアーティストではないと思ってますし、まあ、70億以上のマーケットをしっかりと想像したからこそ僕にそういうような提案をしてくれたと思ってますし、まあ、だからこそ我々は今現段階で4店舗4拠点の孫ギャラリーを計画してますけど、まあ、私たちも今グローバル展開の中でさまざまなそのビジネスパートナーがつながっている中で、まあ、孫君の話をして店舗も決まりそうになっているので、まあ、そこも含めてしっかりとその孫君の考えていることとか世界観とか、まあ、そういったものをしっかりとなんか伝えることをしていきたいなと思っているので、まあ、このまずは香港からスタートになるかなと思うんですけど、香港のマーケットの中でも孫君の価値観、そういったものがしっかりと伝わるようにサポートしていきたいなと思ってます。僕が目指す展望っていうのは、我々のギャラリーが世界中の拠点になって、本当に問題定義でね、チャリティーやった、慈善事業した、募金したみたいな、そういったものではなくてね、本当に解決までできるような仕組みを作っていきたいなと、そういったビジネスモデルの中を一緒にね、僕は作っていけたらいいなと思っていて、将来孫ギャラリーグローバルとしてバリエンスが関わってもらって、まあ、どういった未来を切り開いていくのかっていう、この切り開くっていうのは本当にその名前の通りに、僕もまあ責任を持ってこういう大きなね船に乗せてもらえてるわけなんで、ものすごく使命というか、さらにこう強くね、一人の芸術家の作った思想フィロソフィーっていうものを一緒にねジョインしてくれた崎本さんのこのバリエンス、この連携っていうのがもうただの馴れ合いじゃなくてね、本当に社会に影響を与えるような取り組みにしなければ全ての人に失礼だと思うんですよ。要はこの会社を作った佐久間さんもそうだし、全てのメンバーの、まあ、血と汗と、まあそこまで言ったら大げさかもしれないけれども、彼らの努力のおかげでこういう新しいチャレンジをさせてもらえてるなっていうのは本当に強く思っていて、ただバリエンスと僕がタッグを組むっていうのは親和性の高い、必ず意味のある出会いだったと思うし、僕らがねその世界中に拠点を、実はその今 4都市以外にもね、いろいろ提案をしたり提案を受けたりしていろんなところで話を進めてるんですけど、そういったサステナブルな事業職の強い事業を世界中展開すればするほど、僕はより平等な社会、人権が限りなく平等な社会できるんじゃないかなと思っていて、4年前僕が一人でガーナ訪れた時、世の中を良くしたいなって本当に思ったんですね。資本主義の大量消費社会のしわ寄せがね、こんなところに来てるんだと、みんながガスを吸いながらね物を燃やして、でそこからいただいた僕の気づきっていうか、社会に対する気づき、その中でアート活動をして、まあ、今世界中でお店ができるわけですけど、まあ、これはなんか僕の独りよがりなね
芸術活動ではもうないんだなっていうのをすごく感じていて、うん、きっちりねバレンスの全社員さんお客さんたちがいただいた恩恵と、まあ、僕らが今推し進めているメンバーの力を足してですね、一緒に業務を共にすることによってこれからここまで、うん、世界を変える気づき発信になったっていう9月2日ですね、今年の第1号展形にしたいなと思っていて、うん、世界中の問題、まあ、日本にあるポテンシャルのある問題もそうですけど、その孫ギャラリーっていうものが世界中の地域の問題を解決できるような窓口になるようになればいいなと思ってて、うん、だから僕はそのガーナっていうのにまず特筆して最初に解決を目指していきますけど、うん、ゆくゆくは世界のね問題を解決するスペシャリストを揃えた、うん、そういった組織作りをしていきたいなと思ってますね、うん、そうですね、まあ、孫君のその志は日に日に大きくなっていってるんで、僕も話するたびになんか新たなニュースが飛び込んできて、なんか僕もいい意味で本当に刺激をいただいてるんですけど、バレンスとしてもやっぱり孫君とこういう取り組みをする目的というか、単なるそのグローバルに店をオープンすることが目的ではなくて、各世界のグローバルの拠点の中にやっぱりたくさんのお客様が来店いただくと、でその時にその孫君のアートから何かをやっぱり感じ取ってほしいと思っていて、で私自身が孫君と出会い、孫君のアートからさまざまなものを受け取り、自分の行動が変わったように、やっぱり今こうして、自分たち自身が、まあ、ある意味豊かな生活を送らせてもらっている背景に一体どういう問題が起こっているのかっていうことなんて、やっぱり普通に生きていると考えるきっかけでないと思うんですね。でも孫くんのアートっていうものは、そのアートを通じて世界で今どんな課題や問題が起こっているのかっていうことを知るきっかけになると思いますし、でそこから孫くんのアートを購入し、購入した金額がガーナに還元されるっていうところで、自分の消費活動、また行動みたいなものをやっぱり見つめ直すきっかけをいただくとともに、そういった行動がその周りの行動を変え、その輪がどん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 大きくなっていくことによって、本当の豊かな生活みたいなものが全ての人々にもたらされるんじゃないかなというふうに思っているので、なのでバレンスとしてもリユースというビジネスを行っている中で、まあ、ブランド品、時計ジュエリーバッグアパレル、また骨董品美術品のみならず、不動産やまた車やバイク、ワインとか、まあ、そういう本当に価値のあるものが全く有効活用されていないことが、まあ、非常に大きなテーマとなっている中で、私たちがそういったことを不必要になった人から必要な人に、私たちを介して物をつなぐことによって、まあ、ある意味その新品を一つ生産することを抑制するという取り組みにもつながっていくので、まあ、全てがリユースで賄えるということは現実的ではないかもしれないんですけど、まあ、世の中にそれだけの価値ある資産が眠っている、その価値ある資産を私たちがまた価値を吹き込むことによって、また新たな価値となって次の人の手に渡っていくという、こういうその循環型の社会というものを我々がしっかりと、まあ、グローバル目線で作り上げていくことによって、もっともっと人々の生活は豊かになると思いますし、地球もきれいになっていくと思いますし、まあ、それがその孫くんとの取り組みの中で、まあ、一番親和性というかストーリーとしても合致したところだと思うので、なので、これから世界に4拠点、孫ギャラリーもオープンしますし、我々バレンスグループの拠点、また店舗も100店舗以上を目指しているわけなので、その店舗を作り売上利益だけを追求していくっていうものではなくて、きちんとその場から世界をもっと豊かに幸せにするようなことを、そういった影響を与えられるような、まあ、そういう企業に成長していきたいなというふうに思っているので、まあ、ぜひその孫くんのサステナブというかの第一線で、いろんなものを私たちよりも多くのものを多分キャッチアップされていると思いますので、ぜひそのエッセンスをバリエンスにも加えていただいて、
まあ、お互い、いい意味でこう、刺激をし合いながら成長していければなというふうに思ってますので、まあ、ぜひ引き続きお願いしたいなと思います。ぜひね、僕らはアートという、現代アートというか美術品を通してね、願いたいこと、それはやっぱり世界の平和、環境保全、うん、そういった大きな目標に向かってアートの力を借りて表現をさせてもらってます。ぜひアートを見て、このアートの、まあ、どこから来たのか、そして僕がどんな思いでこのアートを作っているかっていうものを現物、原画を見て感じ取っていただけたらなと思います。そして我々は文化というブランド価値の寄与を皆さんにしてですね、そして皆さんは対価を保有してもらいます。で、皆さんがコレクションしていただいた瞬間にですね、我々はお金という対価をいただいて、このお金を使ってですね、我々はガーナの貧困地にの解決に大きな舵取りをしていきます。例えばミュージアム、学校の運営をチャレンジしたり、あとは将来的にはリサイクル工場、本当にさっき崎本社長と話したこう持続可能な社会に向けた投資っていうのをしていきます。そういったものを総称したものがサステナブルという概念になるんじゃないかと。そしてこの拠点をどんどん増やせば増やすほど、新しい社会思想、社会提案っていうものを我々できると信じてやっていますので、ぜひこれからもこれを一つ皮切りに応援を末永くお願いさせてください。よろしくお願いします。私自身も、このアーティスト長坂真吾から、多大な影響を受け、世界で4店舗を展開するという意思決定をさせていただきました。ただこの4店舗の展開が目的ではなく、こうしてこの場、このスペースを通じて、たくさんの、まずはお客様にご来場いただき、そして彼のアートから何かを感じ取っていただき、そして一人一人の行動をその瞬間から変えていくということを目的に、このマゴギャラリーを作ることを決めましたので、ぜひ、アートをただ見るだけではなく、そのアートの背景にあるストーリーまでも想像しながら、ぜひ彼のアートを楽しんでいただきたいなと思います。引き続き、長坂真吾、そしてバリエンスをよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。